エンフィールド銃、エンフィールド銃、エンフィールド銃、エンフィールドライフルマスケットとは、イギリスのエンフィールド造兵省で開発された、パーカッションロック式の前装式小銃、試乗銃である。弾丸の形状が若干異なるが、ミニ A 銃に分類される。1853年から1866年まで、イギリス軍の正式小銃として使用され、53年型、58年型、 61年型などのバージョンが存在するほか、重心長の異なるタイプ2バンド3バンドが製造された。1866年以降は一体型の実砲を使うスナイドル銃への改造が進められた。日本では幕末に大量に輸入され、母親戦争では新政府軍の主力小銃であった。1847年にフランスで ミニエ弾が開発されると、欧米各国でミニエ銃の生産が始まった。中でも、イギリスで開発されたエンフィールド銃は優秀で、1853年にイギリス軍の正式小銃として採用れた、インド大反乱やクリミア戦争、太平天国の乱、ニュージーランドのマオリ族鎮圧などで使用され、その完成度の高さが証明された。アメリカの南北戦争では、 北軍の標準装備だったスプリングフィールド銃の生産数が需要に追いつかなかったことや当時の民間軍受品製造業者には粗悪品を兵器で納入するケースが多かったことから世界の工場だったイギリスで大量生産され信頼性が高いエンフィールド銃が輸入されるようになった。また工業基盤が未熟だった南軍は開戦当初から輸入兵器に依存しており 中でもエンフィールド銃は、その命中精度と威力の高さから南軍でも大量に使用された。イギリス政府は、南軍の劣勢が明らかになると南部への輸出を禁止したが、武器承認によって、最終的に90万丁が輸出されている。エンフィールド銃を歴史上有名にしたのは、その専用紙製薬卿が、セポイの乱の原因になったとされている点である。 紙製薬莢はバラバラの状態では扱いにくく戦闘中に引火する危険も高かった色火薬を一発分の分量に小分けしてグリス当時は動物性のもので牛、トンシが代表的なものだったの塗られた弾丸とセットにして紙で包みその表面に蜜蝋と牛脂の混合物が塗られたもの出るこの弾薬には重心と弾丸の間に紙を噛ませることで 弾丸が重心と摩擦する際の高熱で発生する鉛のこびりつきを予防するという大事な役割があり、表面に塗られた蜜ろうと牛脂は摩擦を低くする他の潤滑の役割を果たしていた。また湿気を帯びると着火しがたくなる黒色火薬を守るために薬法の表面をコーティングして防湿することも古くから用いられてきた一般的な方法だった。この弾薬を使って エンフィールド銃を装填する際には、まず口で薬砲の端を食いちぎて、火薬を銃口から流し込み、薬砲に包まれたままの状態で弾丸を、重心の奥まで、ラムロット、サクズへと呼ばれ棒で押し込み、ニップルに雷管を被せて、射撃態勢を取る。この弾薬の装填、すなわち、牛、トンシを塗った紙筒を口にして、歯で噛みちぎる行為は、 ヒンズー教とイスラム教双方にとっての近畿であり、それまで、犬猿の中だった、セポイ、インド時に傭兵内ヒンズー教徒と,とイスラム教徒が、イギリスを共通の神敵とみなして、武装決起、セポイの乱の原因となったと言われている。19世紀中頃から、様々な一体型薬莢が出現し始め、ヤドライゼ銃のような実用的な後葬式、 元米小銃が開発され普及し始めると、イギリス陸軍省は、エムフィールド銃を護送式へ改造する案を、母子、アメリカ人、ヤコブ・スナイダーが考案した、重尾装置を採用した。スナイダーの案は、エムフィールド銃の重心後端を切断し、激震が組み込まれた、蝶蓋外式ブリーチを備えた、ブロック式の重尾装置を取り付け、一体型の薬莢である、 ボクサーパトロンを使用できるようにしたもので、重心を改造する以外は、エンフィールド銃の構成部品をそのまま流用していた。この時期、各国で様々な方式による、前装銃の5装式改造が行われているが、スナイダーの超都外式は最もシンプルで空圧によって、ブリーチが吹き飛ぶ、心配の少ない構造であり、イギリス軍はこの重備装置を利用して、大量に装備されていた。 エムフィールド銃を安価に後装式に改造し、スナイドル銃として1866年に正式とした。16世紀に小銃が不評の主装備となってから、エムフィールド銃に代表されるミニ A 式が出現するまでの間、マスケット、日本ではゲベール銃と呼んだ。ゲベールとはオランダ語で小銃の意味と呼ばれた、格好式のタイプとライフリング、銃身内に刻まれた。 螺旋状の溝のある、ヤーゲル銃。ヤーゲルとはオランダ語のジェイガーないしドイツ語のジェイガーに、騎士、漁師、領兵の意味。英語読みでは、ジャガーライフルタイプの2種類が使用されていた。マスケット、ゲベール銃は、銃身の内径よりも、小さめの玉弾,弾を使うため装填が簡単な反面、弾丸が銃身に密着していないため玉弾,弾の周りから、発射時の高圧ガスが漏れてしまい。 射程距離が短く、ライリングがないために命中精度も低く、19世紀初頭までイギリス軍で使用されたブラウンベースマスケットの有効射程は100ヤード91メートルに過ぎなかった。実際にブラウンベースマスケットを使用して行ったテストでは、密集した不評集団に見立てた50ヤード45メートル6フィート182センチメートル 高の根の標的に対する100ヤードからの立射での命中率は0から75%に過ぎず、ベンチレストからの集団は50ヤード45メートルの距離で5インチ13センチメートルという結果が出ている。このためバスケットは短い距離まで敵陣へ接近してから一斉射撃を浴びせて混乱した敵陣に接触して銃剣で最終的に制圧する。 戦列不評用として大量に配備された。一方のヤーゲル銃はライフリングのおかげで命中精度は高かったが、弾弾をパッチと呼ばれる普遍にくるみ、ライフルに食い込ませながら装填するため非常な労力が必要で再装填には時間がかかり、戦列不評の用途には適さなかった。またパッチを使う構造上、弾弾の周りから発射時の高圧ガスが漏れてしまう。 問題点は、マスケットと同様で、射程距離も短い。このため三兵や両兵に持たせて、敵の指揮官や砲兵を狙撃するためによく用いられたが、ライフリングを手作業で刻めるマイスターの職人例に依存して製造されていたためマスケット銃よりも、格段に値であり少ない数しか配備されていなかった。イギリス軍もドイツ製、ヤーゲル銃を輸入して装備していた。 軍採用の例として、ヤーゲル銃の他に先駆者として、フランス製のステムライフルがあるが、これは装填した弾丸を銃口から作製でついて変形させる手間を伴っており、簡便な方式とはとても言えなかった。ミニ A 式に使用される弾丸は、C の味方で多くは周囲には溝が切られ凹凸があり、この溝を持たないものもある。これは重心保護用に、 グリス状の油が付着させるものである。底部がスカート状にくぼんでおり、くぼみはコルクなど木栓を差し込むようになっている。これによって、発射時の圧力で押し込まれた木栓がスカートを外側に膨張させると、弾丸周囲の溝の戸粒は重心内のライフリングに食い込みながら密着する。この工夫で圧力の漏れをなくし、ライフリングが弾頭を回転させる力を的確に、 与えることに成功している。後にエンフィールド弾として、直接、鉄のキャップを食い込ませて木製がいらない方式に改良されている。発射されるまでのミニ A 式の弾丸は、重心の内径より小さい寸法であるために、銃口から弾丸を押し込む、際の労力は少なく、ライフリングを持つため命中精度が高く、ガス漏れを防いで射程距離を伸ばし弾速が上昇した。 ことで威力が強化された。また、産業革命による製鉄業と工作機械の発達は中心にライフリングを安価に刻んで大量生産することを可能とし、ミニエ A 式を不標準として配備、運用することが可能になった。実際に150年近く経ったエムフィールド銃を使って行われたベンチレスト射撃での集団テストでは50ヤードで1インチ、 100ヤードでは2インチという結果が出ており、ブラウンベスマスケットでの50ヤードで5インチという結果よりばらつきを1、5以下に収める集団性を見せている。骨董品の小銃でこの集団性は奇跡と言っても良いが、約40年後に同じエンフィールド造兵症で製造されたリーエンフィールド小銃の集団性とほぼ同等、リーエンフィールドライフルの有効射程は2000ヤードもあるがであり、 米国などで最も手軽に入手できる旧東側製の SKS カービンが50ヤードで3インチ以内にまとまればエクセレントと言われることと比較してみればその優れた性能がわかるというものである高い命中率と1000ヤードまで延長された射程を実現したエンフィールド銃は不評運用の基礎条件を大きく変えてしまったエンフィールド銃を装備した部隊と従来の マスケット銃を装備した部隊が交戦した場合、マスケット銃側は有効射程の100ヤード、マスケット銃の命中率は50%まで接近するためだけに最大で900ヤードにわたるしのロードを、遊軍のバネを乗り越えつつひたすら進まねばならなかった。マスケット銃が運用されていた当時の主力陛下である戦列不標の前進速度は60メートル、分。 イギリス式であったため900ヤードの距離を進むためには13分以上かかるが、この間にエンフィールド銃は30から40回の射撃が可能であるため仮2000人のマスケット銃兵を相手にした場合でもエンフィールド銃装備の部隊は理論上25人の小部隊で無傷のまま相手を全滅させてしまうことができた。また、エンフィールド銃がもたらしたもう一つの変化は マスケット銃の玉弾,弾に比べて複雑な形状の弾丸が高速で回転しつつ人体へ命中すると玉体が極度に変形しつつ人体内部へ食いる。ここでマスケット銃よりも格段にひどい重創が作られる現象だった。しかし当時の傭兵者の多くはこの事実を認識せずに戦場に臨んだため身をもって エンフィールド中の威力を経験させられたクリミアのロシア兵やインドのセポイたちの犠牲にも、かかわらず、その後の南北戦争や某新戦争における戦いでも18世紀的な密集人形を取らされた多くの兵士が即死した。運よく致命傷を負わずに済んだ兵士たちも、汚れた動物性油脂にまみれた弾丸や不潔な野戦病院の環境によって引き起こされる。 感染症で数日後に死亡してしまうため、当時の医療水準では、治療不可能な重症と感染症のリスクを避けて、手足に被弾した場合であっても、不十分な消毒など、未発達な野戦外科手術で無造作に切断されることが、日常化してしまった。エンフィールド銃をはじめとするミニエ銃ジの出現によって、最大の被害を受けたのは、 最盛期に300万人もの軍を有した政権でありながら上昇軍、洋ヤリ隊のミニ英式小銃による攻撃で瓦解させられた太平天国の乱であろう。洋ヤリ隊は規模は小さいながらも中国兵によって構成された洋式軍隊であり、その指揮を取ったゴードンは彼の考えたところのエセ、キリスト教徒たちを大量殺戮することでギリス本国で 国民的英雄となったが、スーダンにおいて、太平天国型の宗教集団である、マフディー軍により包囲され戦死した。日本で最も初期にエンフィールド銃を導入したのは、薩摩藩とされ、撮影戦争後の軍政改革で4300丁を購入したと伝えられており、輸入された当初はその弾丸の構造から、ミニエージューの一種とさ、イギリスミニエーと呼ばれていた。 1865年、慶応元年に双方で300万もの兵士が戦ったアメリカの南北戦争が終結すると南北両軍が使用していた大量の軍需品が民間業者に払い下げられた。これらの払い下げ品には90万兆近くが米国に輸出されていたエンフィールド重も含まれており、その多くは市場を求めて太平天国の乱が続いていた中国、上海、 香港へ集まり、幕末の日本にもグラバーに代表される外国商人によって輸入された。この頃からフランス製のミニエージュと区別するためにエンピール銃、トバミニエーといった呼び名が付けられ、後に発足した日本陸軍ではエンピール銃の故障が継承された。長州など倒幕派諸藩はエンフィールド銃を1丁あたり15両程度で購入させられていたが、 五層式重機の普及で急速に旧式化したエンフィールド銃の価格は某新戦争の頃から暴落した。同時にスナイドル式重備装置によりエンフィールド銃を五層式へ改造する方法が欧米から伝えられ国内での改造が諸般や鉄砲単屋の間で流行した。ただしこうした改造を受けたエンフィールド銃の多くは 速報に設けられたヒンジにより機関部が右方向に開くために、タバコ入れに見立てられたバコ脳式の方式名が与えられたナイドル銃とは異なり、同時期にベルギーより輸入されていたなどと同様に前方に設けられたヒンジにより機関部が全方向に開く方式が使用された。これは前方開放型のアルビニー式がスナイドル式の側面開放型よりも改造が、 容易であったからに他ならない。スナイドル銃と区別する意味で、前開き型には滑案式の方式名が与えられ、より正確には前方数軸型滑案式と呼ばれた。新生日本陸軍が発足すると、その不評争点に五葬式を用いる番が採用されたことから、日本陸軍の主力小銃はすべて五葬式に統一され、スナイドル銃、金属薬莢式が主力小銃となり、 ドライゼ銃、紙製薬教式が後方装備とされた。廃藩置県後に新政府管理へ移管されたエンフィールド銃は、1874年、明治7年頃から徐々にスナイドル銃への改造作業が始められていたが、1879年、明治10年に西郷隆盛を司会とする私学校が鹿児島の火薬庫に残されていた。 エンフィールド銃を強奪して決起して、西南戦争が勃発する。これに対して、政府軍は、スナイドル銃を主力とする、人大兵を派遣して戦い、連射速度の違いから、西郷軍は、初戦から、多くの損害を出して圧倒され、日本最後の内戦は前奏式銃の時代とともに、終焉した。貧弱な基盤しか有さず、 戦争式のエンフィールド銃で戦った西郷軍の鎮圧に莫大な戦費と犠牲を費やした政府は各地に滞蔵されていたエンフィールド銃が不平士族や当時流星だった自由民権運営機派に強奪されて同様の反乱が発生することを恐れ西南戦争後の1878年明治11年から全国各地に残されていたエンフィールド銃を集めて スナイドル銃へ改造する作業を行い、老朽化が激しく改造されずに残されたものは、軍の射撃訓練用として使用されつつ、寿命を迎えて廃棄処分となり、民間に払い下げられる運命をたどった。民間に払い下げられたエンフィールド銃は、遊女や熊用に使える強力な領銃として、長く親しまれ、現代でも、 地方の蔵の整理中などにエンフィールド中の残骸が見つかることが多々ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。